GMSH は、クリストフ・ゲウザイネと、ジーン、フランスワリー・マッケルによって開発された、有限要素法におけるメッシュ作成ソフトウェアである。GMSH は、フリーソフトウェアであり、リンク例外条項を伴った、GNU ゼネラルパブリックライセンスの下で、公開されている。GMSH は、ジオメトリメッシュソルバポストプロセッシングの4つのモジュールを、持つ。GMSH は、 パラメトリック入力をサポートしており、高度な可視化機能を持っている。GMSH クイックスタートガイド。ザ・オッポニクス Stix t チーム。2014年3月11日。閲覧。GMSH-A3 デ e ーフ e イナ e トエレメントメッシュジェネレーターウィズビルトインプレアンドポストプロセッシングファシリティズ C K. ウ i イネ J f ドジェエフリーマッケルセプテンバー10 2009 サイエンステクノロジーオブアドバンスとマテリアルズ、3D フィジカル、モデリングオブアニソトロピックグレーングロースアット、ハイテンパチャーインドカルストロング、マグネチックフォースフィールド、エリックボニアンレニ2 4 2 0 1ありがとうございます。